今やってますね。僕らもあのホットコーヒー頼んでいいですか。ごめんなさいね、たった今ね、ガス止められたんよ。たった今よ、消える瞬間見たの。消える瞬間だ。ガス止められた瞬間だよね。そう、なんでなんやろ思って理由が見当たらへんのよ。まああのオープンの準備でね、3ヶ月間ぐらいまあずっとやってんねんけど、その間全然ガス代払ってないんだよ。それ原因でしょ。それが原因。まず払ってなかったら絶対ね。そうですか。どうでしょう。じゃあ、アイスコーヒーやってみます。アイスコーヒーできるんやけど、グラスがない。全部割れてしまった。全部、はい、なんで割れたんですか。あのね、グラス置いてる棚があったんやけど、そこの横にね、釘が刺さってたんですよ。ほんでちっちゃい張り紙でね、この釘抜くべからすって書いてたんやけど、そんなん書かれたら抜いてまうやん。抜いた瞬間ガシャーンバリバリバリ。いやそんなコントみたいなことあります。最後パンパン。いやもうコントですやん完全に。ねえじゃあごめんね。あじゃあコーヒー無理いけるわ。グラスなくても飲める方法あった。ちょっと待っててよ。ちょっと一旦お風呂入ってて。いやだだだ、そこまでは待たれへんわ。わかりました、ほんなちょっと行きます。そんなせえへんなのに巻き込んでしまってね。困ってますよね。ちょっとね、あの僕もまだ分かってるよ。なんか持ってきた。ラングラングスタローで。ラングラングスタロー。No, ラングラングスタロー。ラングラングスタロー。No, ラングラングスタロー。発音は、発音は。ラングラングスタロー。違う、口を聞く。ラングラングスタロー。でもな。ラングラングスタロー。それ、それ。顔がだいぶこう、ハンゲみたいな顔してるから。お前ね、ハンゲの方がいい。可愛らしい、仲良いよ、そんなのしたら。はい。今度でちょうだい。これで飲むんですか。うん、早いのまたもう氷溶けて薄まるよ。いやいや、私今喉乾いてないから。いいの。じゃあ僕飲むよ。すごい譲り合い。気持ち悪い。頑張って続けよう。はい、頑張れ。はい、レッツゴー。行こう。かなり長いよ。行こう。頑張って。もう数値がないんかい。全然ゲーム。あ、来た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 。来た来た来た。ちょっと待ってください。
将とおかみさんが苦労して築き上げた店なんですよ。それはどれにして僕はこのお店に来るようになって、大将とおかみさん、めちゃくちゃ優しくしてくれるんですよ。僕がね、病気の時も心配してくれたし、彼女としてね、彼女の相談もね、受けてくれて、もう二人はめちゃくちゃ、もう落ち着いて、落ち着いて。分かるけど気持ちは、危ないですね。いや、本当に、このお店自体が僕の家族みたいなもんなんですよ。だから、このお店を潰すなんて言わないでください。それでも潰すって言うやったらね、この僕が許しませんよ。やれるもんなら、やってみろ。